こんにちは、ラーメン屋 YouTuber の榎本隆之です。今日はですね、かがりさんっていうお店ですね、銀座の鶏白湯の有名店ですね。今日僕来てるのは浦和のお店です。ちょっと割烹風なラーメンということでですね、すごい銀座のお店が人気になって、今はまあその支店っていうのもね、いろいろできているようですけども、今日は浦和のお店のかがりさんに来ています。それでは早速、行ってみます。試食してきました。美味しかったです。ですね、やっぱりそのトッピング動画はね、すごく綺麗だし、で彩りもいいしね、あと彩りだけじゃなくて、やっぱりその食感ですよね。ああいうヤングコーンとか、の食感とか、タケノコの食感とか、上手に彩りプラス食感のバラエティを出してるなっていうような感じでですね、やっぱり上品なラーメンなんでね、だからね、途中からこう味変の薬味がついてたりとか、非常によく考えられたラーメンだと思いました。美味しかったです。ありがとうございました。
というわけで、もし、この動画気に入っていただいたら、ぜひ高評価のいいねボタンや、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回お楽しみに。ありがとうございました。